加藤清正が築いたと言われており、筑地区で菊池川から分水し、菊池平野の田を潤しています。かつては、水田だけでなく、生活用水や防火用水として利用されていました。筑地区内から東福寺あたりまで、ホタルの名所として有名です。